今日は木という字を書いてみましょう。まず一画目は少し反り上げる横画、縦の中心に対して左右に1対1になるように書きましょう。2画目は縦の中心を通ります。縦の中心をまっすぐ降りてきて最後は止めてください。3画目、3画目は1画目と2画目の交わったところから始まって、こちらは左払いを書きます。左払いです。最後4画目、4画目は1画目と2画目が交わったところから次は右払いを書きます。木のポイントとしては、1画目は少しだけ反り上げる横画で、縦の中心に対して1対1になるように書きましょう。で、縦の中心2画目はまっすぐ降りてきて最後は止めてください。跳ねずに止めてください。で、払いですけれども、払いは斜め45度ぐらいを目指してスッと抜くように書いてください。右払いは一旦止まってからスッと抜くようにイメージで書いてみてください。